歩行者がいないのに歩行者妨害。先が詰まってるけど行っちゃえ。信号機のない横断歩道は歩行者優先。右直事故を恐れず突破。9割が止まらない。片側ボタン式でよく見る不停止。詰まってるのになぜ進行してしまうのか。歩行者と軽車両を使い分ける達人。歩道からバイクが。頭の中パチンコでいっぱい。無意味な進路変更。道路を灰皿と思ってる人。7月19日週ハイライトをお届けします。信号機のない横断歩道等を通過する際はその手前の直前に停止している車等がある場合、その側方を通過して前方に出る前には一時停止しなければなりません。一時不停止。もしも走って横断してくる歩行者がいたら衝突していたところでした。速報通過時はしっかり一時停止をして確認を。先が詰まってるけど行っちゃえ。交差点内などで停止する恐れがある場合に交差点に進入すると違反になります。右左折時を除く。先の状況を把握して確認してから進行しましょう。そのためにも車間距離は大切ですね。信号機のない横断歩道は歩行者優先。歩行者がいないことが明らかな場合を除き、横断歩道の停止位置で止まれる速度で走行し、歩行者がいる場合は一時停止を行い、通行を妨げてはいけません。右直事故を恐れず突破。停止位置直前や後続車に追突の恐れがあるとき以外は、黄色信号での進入は信号無視。こちらは赤での進入。右直事故につながり大変危険です。黄色での加速、赤での無謀な進入はやめましょう。片側ボタン式でよく見る不停止。こちらは片側ボタン式信号の交差点。側面からは一時停止の標識が。一時停止線を無視して通過、左右から自転車等が飛び出し、出会い頭の事故になる可能性があります。停止線でしっかり止まって確認しながら進みましょう。詰まってるのになぜ進行してしまうのか。交差点内などで停止する恐れがある場合に交差点に進入すると違反になります。右左折時を除く。横断歩道上で止まってしまっていますね。歩行者や他の交通を乱すことになるので無理に進まず、先の状況を把握してから進行しましょう。歩道からバイクが。この先に信号機のない横断歩道があるのですが、左の歩道から予想外のものが。左側が死角となっているので徐々にスピードを緩めます。歩行者がと思いましたが、子供を後ろに乗せたバイクでした。歩道はバイクで走行してはいけません。最悪降りてから押して歩きましょう。歩行者と軽車両を使い分ける達人。近づいて車ではまたがっているので軽車両でしたが、横断歩道直前で降りて歩行者に。歩行者扱いなので止まる義務があります。近づくまで自転車にまたがっているかどうかは判別がつきにくいので、自転車は止まる義務がないからと減速せずに進行するのはやめましょう。頭の中パチンコでいっぱい。いち早く台に座りたかったのでしょうか。逆車線を走行して施設内へ。焦っているので当然自転車の存在は気づいていないでしょうね。タイミングがずれていたと思うとゾッとしますね。無意味な進路変更。
直前ウインカーで後続車にブレーキを踏ませる。そしてまた元の車線へ、ノーウインカーも。最初から第一通行帯にいたらよかったのに。道路を灰皿と思ってる人、タバコの灰はいわゆる裸火、歩行者、自転車、バイク、オープンカーからすると危険極まりない行為だし、後続車にとっても街にとっても大迷惑。直接灰に触れなくても、その行為を見ただけでまともな神経の持ち主なら誰もが不愉快になりますね。車内の灰皿などを使用しましょう。9割が止まらない。そもそも横断歩道から5メートル以内は駐停車禁止ですが、信号機のない横断歩道等を通過する際は、その手前の直前に停止している車等がある場合、その側方を通過して前方に出る前には一時停止しなければなりません。こういったケースで歩行者と事故を起こす事例もありますので、速報通過時はしっかり一時停止をして確認しましょう。歩行者を危険にさらさないためにも、横断歩道付近での停車はやめましょう。信号機のない横断歩道は歩行者優先。左から横断歩道に近づいてくる歩行者が、歩行者がいないことが明らかでない場合は、停止位置で止まれる速度まで減速しましょう。イエローカット、黄色の車線境界線は進路変更禁止となっているのですが、道を間違えたのであれば一度指定レーン通り進行し別の道より復帰しましょう。行けるだけ行ってみます。停止位置直前や後続車に追突の恐れがある時以外は、黄色信号での進入は信号無視、赤信号に。対向車を見てみると、最後の2台は明らかに強引に進行してきていましたね。信号無視は重大な事故へとつながります。絶対に守りましょう。ご視聴いただきありがとうございました。よければチャンネル登録よろしくお願いいたします。皆さん本日もご安全に。